第51回日本レコード大賞は2009年12月30日に新国立劇場中劇場で行われた51回目の日本レコード大賞である。第51回の大賞はエグザイルのサムデイに決定した。売り上げ的には7月に発売されたファイアーワークスの方が上だが今回はこの曲を歌った。エグザイルは2年連続2度目の受賞で2連覇は 史上国民目、グループとしては、史上初。対象受賞曲を発表したプレゼンターは、制定委員長のハットリカツヒサ。最優秀新人賞にビッグバン。外国人歌手の受賞は2年連続。韓国人歌手の受賞は、第32回のヤンスギョン以来19年ぶり。プレゼンターは、審査委員長の徳良俊一。新人賞を受賞した桜マヤは、 史上最年少の11歳での受賞となった。最優秀歌唱賞に、五木博三34年ぶり3度目の受賞。3度目は、史上初。最優秀アルバム賞を受賞したグリーンは、顔は公開しなかったが、メンバーの秀と九92が地上波全国放送発となる、肉声並びに、直筆サインを公開し、受賞の喜びを語った。司会は、坂井正明と、 藤原の理科が務めた。両者の組み合わせは昨年までの読売テレビベストヒット歌謡祭でおなじみ。進行アナウンサーが3人登場するのは初めて。視聴率は関東地区が前年より 3.4p 低い13.5%、関西地区が 6.4p 低い15.9%と大きく落ち込み時間帯2位になった。裏番組では日本テレビのザ・ 世界行天ニュースが18.3%で時間帯1位だった。数字はビデオリサーチ者調べ。日テレ &TBS が前年上回る紅白裏番組。ありがとうございます。